忙しい。すべての母は育児で疲れている。あ、ジョッキャライジョッキャライ。お母さん、どうしたらいいんじゃ。あ、って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 お母さんでめっちゃ青だね。ダメだ。いくら愛する息子がいるとはいえ、一度は全てを放棄したいと思うものです。今日はそんなストレスが溜まった一日のルーティーンを紹介していきたいと思います。ストレスが溜まった日は全て投げ捨てます。リセットする時間も大事なのです。かよ、危ない。蚊を退治したお礼に自転車をもらいました。運動は体に良い効果をもたらします。ストレス発散になるわ。風が気持ちいい。盗難なんて人間のクズがすることだ。息子もいるんだろ、このクズ親。またストレスが溜まってきました。まあいいわ、返してあげるわ。ムカついたので次は学校に行きます。はい、じゃあ今日は算数の確率をやっていきます。皆さん、こんにちは。浜井先生、ちょっといいかしら。ひいこさん、どうされましたか。最近、うちのややちゃんが家で煽ってきます。学校での出現が足りないんじゃないですか。恐怖心を感じるので暴力的な言動はお控えください。声のトーンを少し下げていただけますか。何がどうよ、あんたの仕事が適当だからね。うちのややちゃん、大声を出すことは脳を刺激し、心と体をリフレッシュさせてくれます。ストレス解消に効果的です。だが、人を変えるには自分から誠実に一生懸命生きる大人の姿を見せることで、彼らは自ら道を正していくのだ。私は口ではなく背中で教育をしているのだ。俺の教育の邪魔をするな。まあ、私は仕事だからそろそろ戻るわ。じゃあ給食の時間だ。先生は授業の準備があるから出るな。はーい。ストレスがマックスになりました。そんな時はパチンコに行きましょう。まずは台選びからです。釘の位置を慎重に見て決めます。最近はエヴァゴチにハマっています。これこれこれ。挨拶をすることで当たる確率を上げます。ゴチラちゃんよろしくね。そしたら行くわよ。金持てしっかし当たんないわね。あー、当たんねーな。なんだこのクソライバー。さっきからうるさいぞ。お前仕事してるじゃねえか。あんたこそ学校抜け出して何バチンコしてんのよ。まっとうに仕事しろこのクソライバー。あんたこそ学校戻りなさいよ。キーコ必殺パパチンコキック。生徒からお金を奪
チンコだ、教育者として失格だ、給料もなし、禁止処分だ。いやー、俺の給料もだ。おい、俺のお給料だ。それから全く当たりません。弾をすべて使い切ってしまいました。くそー、お金も残っていません。すべてが終わってしまいました。人生積みすぎると逆に冷静になります。そういえば息子がもらっていたお年玉を持ってきていました。息子のお金に手を出すのはさすがに良くないよな。いったねー。息子のお金を増やしてあげることにしました。息子の幸せを願うのが母親の務めです。ゴジラちゃん、お願い泣いて、お願い泣いて。外れたわ。こうなったら、ちょっとトイレトイレ。落ちているパチンコ玉は誰のものでもないです。なので私がもらいます。掃除をすることで心もリフレッシュします。みんなの幸せは私の幸せです。ここにもパチンコ玉が落ちていました。これも私がもらっておきます。交換お願いします。あの150玉のチョコパイが欲しいな。結果149玉を交換可能です。一玉足りないじゃないの。あ、この銀貨もらうわね。おお、できた。チョコパイください。チョコパイ分は取り返しました。努力は勝利を導きます。甘いものを食べることでストレスを発散します。世界一プリティな私ですが、今日ぐらいは食事制限をやめちゃいます。チートデイです。休日の夜はホストクラブでイケメンちゃんたちに癒されます。またあいつ来たよ。あのババは金ないくせに。乾杯！乾杯！私って頑張ってるわよね。そうだよね。キイコちゃんは頑張ってるよね。私って可愛いわよね。そうだね。超可愛いよ。ホストちゃんたちは私のことをよくわかっています。本音で褒めてくれるので気分が良くなります。で、聞いて。私この前パチンコで負けちゃったんだけど、自分が可愛すぎてどうでもよくなっちゃった。笑えるでしょ。接客業は大変です。私が面白い話をして場を盛り上げてあげます。あ、そうだ、私常連だし無料でシャンパンタワーやってよ。いや無理だよ。やるの。ワンツー。今日は、はい、素敵な、はい、姫より、はい、シャン、はい、バン、はい、いただきました、はい、そんな姫は最高、そんな俺らは最高、素敵な姫と素敵な俺らに乾杯。おー、面白いよ。言わされてる感がすごいわ。心の思いを吐き出す感じで魂込めてやってちょうだい。ワンツー。今日は、ブスだ、ババ、キマ、シダ、タレブス、そんな姫は最低、ブスなババはなんて、ブスなババで痛い客はカレー。じゃ、誰がブスババにしてやばい、2500だ、叫ぶことにか。ああ。
鬼ごっこをすることになりました。遊びをすることで日々のストレスを忘れることができます。十分楽しみました。そろそろ家に戻ります。ただいま。帰ってきました。洗濯物や洗い物が溜まっていると非常にイライラします。普段は憎たらしいのに、なんでこんなに可愛いのかしら。息子の寝顔を見ると、不思議と明日を生きる活力が湧いてくるのです。また明日から頑張るわね、ヤネちゃん。これにて一日ルーティンは終了です。また次の動画でお会いしましょう。おい、ゲロ吐いてんじゃねえよ。チャンネル登録よろしく。最初はグー、じゃんけんグー。またねー。